から先ほどこのゴムをついてないとこから入るってそういう礼儀なんですね。そういう滑るんです。危険ですから。あ、こっちが滑っちゃうんですね。はい、あ、そういうことです。降りた瞬間に転ぶ。あ、ずるって、あ、そういうことです。はい、ちょっとあまりの寒いので今ジャケットをすぐバスから取ってきます、はい、あの10分もすれば暖かくなります、ね、おー多分歩いただけで先生はなんかオリンピック出られたっていう、はい、長野オリンピックですか。そうです、ここに、あ、ここに一番最初に、あ、そうですか、大宮と言います。あ、大宮先生、娘は去年のバンクーバーに、おー、あ、そうですか。あ、彼バンクーバーから来てるんですよ。あ、そうですか。バンクーバー、いや、coming from Vancouver。 You might meet his daughter。 バンクーバーも見に来ました。これ大体50メーターぐらいですか、ここの長さ。44メーター ×20メーター、25。この幅は今4メーター75ですね。あ、一つのレンガ、はい、おもう国際規格なんですよ。こう国際規格としてもこういうのは、今国際規格が変わって若干もう少し大きいんですよ。あ、もう大きいんですか。それはその前にこの施設ができてるんで、まあ、今作り変えることはちょっとできないんですけど。今全国にカーリング場ってどれくらいあるんですか。今はですね、カーリング場、本格的なカーリングだけをできるところっていうと、5カ所ぐらい。道外に4カ所。あ、道外にもあるんですか。道内には、南富良野、名寄呂、茂勢牛、稚内、北見、所。随分あるんですね。全国でも10カ所程度。あ、そうですか。あとはあの普段アイスアリーナでフィギュアスケートをしているようなそういうリンクであの時間割でカーリングをやっているところもあります。向こうでも国際大会開けないですか、サイズがあれだと。国際大会はあの一応応急処置っていうか、あの経過措置としてあのこの大会、ここでも大会だと思います。大宮先生はい、立ってるだけだと寒いと思う。あったかいとか言ってそれじゃ あの、先ほど言いました通りあの滑らないこの足から中に降りてください。ちょっと待ってください。ちょっと滑ってなくて。
Thank you.
スライディングっていう、こういうフォームをします。いいですか？はい。まずここからですね、すべての方の足は体の中心に置いてください。揺れの下から。You stay your sleeping side on your center. West side. 胸の下ぐらいに置いて、そこからゆっくりこう、この場所を変えないで、後ろの足を伸ばします。
そう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 それで、今度はこちらから一人ずつ滑っていきます。今と同じように、今度は、ちょっとリズムをつけます。リズムというか段階をつけます。それで真似てやってみてください。まずはこう置いてあります。さっきと同じです。そこから位置でこう少しちょっと前に出します。で2で腰を上げます。おで3で両方引いて4で いですか。4段階です。まず1で1でちょっと押して2で腰を上げて3で引いて4はい、じゃあお一人ずつお願いします。じゃあどうぞ。プラスからお願いします。向きはこっちです。はい、こっちです。あ、どちらでも OK です。はい、滑るこの足は前に出して、はい、はい、まず最初ちょっとだけ前に出します。はい、で腰を上げて引いてで前に蹴り出します。引いて OK です。はい、じゃあ次の方。MC の本当MC ですね。 MC 2で腰を上げて3で引いて4で巻いて、お軽視です。軽視。
次の足が前に出てる。終わりました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 。持っててくれ。はい、了解です。そのままテクノテック。はい。これあげるわ。回っちゃうな、回っちゃうな、なんだろうね、回っちゃうなね。じゃあ次にあのストーンの方を上げたいと思います。今はあのブラシを前に置いてましたけど、今度は、ブラシはこう脇にしっかり固めて後輪につけます。でストーンはなるべくこの、右側の足の前ですね、こうあんまりこういうふうにこう広がらないように、こう右足の前です。でここで同じように3で引いて4で5落ちれば落ちるほど、その回転のかかった方向に曲がっていきます。
そのカールするからカーリングという名前です。Usually, so you can spin to the right side or left side. It's called curving. That's why so the sport is called curling. So, actually, how fast can you go to the other side? Now, everyone has practiced swimming, but you can also challenge.どうしてかというと、ここで投げてもルール上問題がないんです、ね、ですから極端にいけば今ついでに時計回りに回転をかけますから、向こうに行けば行くほど理由があります。掘り寄りですか。で、さっきより滑っていかないでここから投げるというのもルール上 OK ですから、ここからこうやって投げても OK です。で、これ左側に投げました。センターよりね。で、だん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 右側に曲がってきます。だいぶ曲がりましたよね。で、強さはこれぐらいが、おそらくちょっと円から出るぐらいかなと思う。あ、止まりますね。ここから投げても十分に OK ですから。ぜひチャレンジをしてください。はい、次はですね、逆に時計と反対回りです。これは大体センターラインになりましたけど、これもだん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 左側に回ってきます。これはちょっとさっきより強いと思うので、円から出てしまう。必ずどちらかに回転をかける。で、回転をどのようにかけるかっていうと、本当に最後に離すとき、離すときにこうちょっとこうひねってあげるんですね。であまりぐるぐる回してもあのようにこういうふうに曲がってきません。向こうに行くまでに大体3回転するぐらいゆっくりとしたターンですね。これを回転をかけすぎると曲がらないでほとんどいきます。これはもうストレートになります。あまりこう回転が速いとほとんど曲がらないと思います。じゃあお一人ずつどれぐらいの強さで投げれるか、1回ずつ投げてもらった後にそのポイントをお教えします。はい、はい、これはさっきと同じです。これ、はい、持って、これ持って、はい、こうこう、ブラシをこうです。はい、こうやっぱりこうなってる形で、はい、こうです。ハンドルはこう、でこう回して、最後に回します。それでこの位置がもう少し右足の前の方がストーンの位置ですね。はい、なるべく中心に近いところに持ってた方が安定します。それでちょっと押して足を上げて、で引いて、でそのまま前に押します。体はそのまま一緒についてこない。はい、そうです。体を離す。さっきのようにこう滑ってって離してください。あ、そうです。
ストーンって石でできてるんですか。それかなんか鉛の塊ですか。花崗岩です。あ、花崗岩できたんですか。ストーンをね、動かしてないとくっついちゃうんで、あの軽く前に押して引いたら引いた反動で前に出た。ビンゴ。ビンゴ。Thank you.
はい、じゃあ、どうぞ。Thank you.
なかなかその強さの加減っていうのが難しいと思います。どこでその強さの加減を考えるかというと、蹴ったスピード、そのまんまのスピードで離すことが大切なんです。で、何人かはずっと滑っていって手で最後にこう押します。これだとなかなか難しいです、うん、で、その蹴った強さで調整するっていうのがすごく難しいんですけど、蹴ってどこまで滑っていけるか、でどこで離すか、まずは最初はこう蹴ってすぐ離します。で赤い線までに離せばいいんで、なるべく向こう側に持ってきて離す。これだと手前に止まりますよね。ですから蹴ったスピードはそのままで、離す位置を変えてください。離す位置を変えるだけで早めに離せば早いストーンが投げられます。でもっと長く持ってればゆっくりとしたストーンで、自分の強さの加減をそこでちょっと考えてみてください。今ここで離してちょっと強かったらもう少し長く持ってっていうふうに考えると楽なんですよ。いいですか。それじゃあストーンはほとんど向こう側にありますから、向こう側に移動します。でカーリングでもう一つ大事な仕事があります。皆さん ご存知でしょうけど、このブラシですね。これでこう擦るスイーピングというのがあります。はい、この練習をしながら向こうに移動しましょう。いいですか。せっかく向こうに移動しますから、何かしながら移動。で今スライダーをつけてらっしゃいますけど、本来はスライダーをつけないでちゃんとしっかり両方グリップする形でスイーピングしていきます。で今、スライダーどうしようかな。じゃあスライダーを向こう側にちょっと 滑らせてください。全員持っていける人は持ってってもいいんですけど、外したものを、はいはい、実際はストーンはもっともっと速いです。
これあの南半球だとやっぱ反対に行くんです。左側に行くんですよね。南半球ですか。あのカード書く方は同じです。あの要するにコリオリの地下でこう右に行くとかそういうんじゃないですか。ボール投げたら右に行くっていう。あ、違う。それはまた違うんですか。はい、南半球は水の渦が違いますよね。それとは関係ない。あ、関係なく、はい、とにかく右に行くようになってる。時計回りにすると右側に。あ、まあ、そういうことですか。カーリングチェンジって実際に例えば1投目投げるときに普通の真ん中に投げようと思ったらこの線でまっすぐ投げるわけじゃなくてカーブをかけてまっすぐにもう狙いは曲がるその幅を考えて左側に狙って投げます。ただもうほとんどこの線のまっすぐ投げるっていう球はないようなね。あのもう よっぽど横に置きたいときは真ん中狙いますよ。真ん中からだんだん外側に曲がっていくよ。最初は真ん中に寄せて、ルールはよくわかんないです。要するにあの円の中に交代チーム交代入れてたくさん入った方が勝ちなんですか。たくさんじゃなくて中心に近い方が点数を取る権利を持ってるんですよ。はい、でただ何点かというと、はい、相手の最も中心に近いストーンの内側に自分のストーンが何個あるかと。碁石みたいなもんですね。だからあの16個ここは16個あるんですけど、はい、16個全部入ってても、はい、1対0っていうことがあるんですね。ああ1個とにかく真ん中にボール入る。2番目に近いのが相手のストーンであれば、はい、自分たちのストーンが1点しかない。僕は15個入ってても中の1点だけがあるってことなんですね。大逆転になるってことですね。そうですね。最後の最後で中心に近ければ近いほど点数になるんで。よくリバウンドするじゃないですか。これはもう絶対ダメだ。あれはもうあの挽回不可能な、あの8個ずつ持ってるんですけど、8点以上離れて最後の試合だとか、あとはもうこのチームだ、このチームとやって3点以上取るにはもう不可能に近いとか。はい、それでもうリバウンドします。それがあのカーリングの精神なんです。あ、そうなんですか。最後まで超馬車に。そうです、そうです。ルールを破ってて、まあ、そういうマナーを守らないで、はい、あのまあ、勝ちをあの取るよりは、その負けの方を選ぶというのがカーリングの精神なんです。このままに壁に貼ってありますね。あ、そうですか。相手の球をボンと弾き出してもいいわけですね。まあ、当然そういうこともあり得るわけですよね。でさっきあのこう カールしましたよね。こう曲がってきましたよね。で前に置いといてその後ろにこう回り込んで展開するとかっていうのが多いんですよ。前に置いてるのか、あ、ブロックガードっていうんですけど、円の手前に置いておくんですよ、わざと。で手前に置いといてその裏でこう勝負していってこうぐるっと回るような感じですね。回り込んで、単純にいつも思うんですけど、その1投目投げる人が例えば円の中に入ったとしますよね。じゃあ2投目投げる人は常にそれに当ててたら後衛の人が必ず点数取れるっていうふうに考えちゃうんですけど、あの そこで、うん、あの国際ルールが、はい、もう十何年前に、はい、あの決まって、はい、あの円に入っていないガードのストーンは、はい、リードっていうのは最初に投げる人なんですけど、はい、リードの2投までは、はい、あの相手のストーンを出してはいけないっていうルール。あ、やっぱそうなんですね。そうじゃないと、はい、そのだから当てるだけで、叩き合いで、はい、最後に高校が行ってたら、あの、ね、勝てたのが昔のルールなんですよ。そうすると見てる人たちはすごいスタッフ最初は何人かやってたら一緒ってことになっちゃうんですよね。だからそういうあの4・6ルールっていうのができて、その4投までは相手の石を出してもいいけど、自分のはいいんだけど相手の石は出してもいいけど、でハウスに入ったら出してもいいんですよ。この円の中に入ると。で今わーって投げたボールをみんなでこうあのワイプっていうんですか、このシャカシャカシャカってスイーピングがいながらボールの向きを変えてやるわけですね。向きはなかなか変えられないんですけど、もしあのもう円に間近までのウェイトがあるんだけど入るだけのウェイトがないとか、そういう時にこう吐くことによって大体あのトップ選手だと5メーターぐらい距離が伸びるんですよ。あ、要するに氷の表面を滑らかにしてそれでちょっとでも伸びるって、はい、そういうことですか。薄い水の膜を作ってあげて、はい、より滑りやすくする。あ、溶かしてってことですね、はい、で表面見ていただくと分かるんですけど、あの
平らじゃないんですよ、はい、ちょっとあのつぶつぶありますよ、ね、これわざとつぶつぶつけてみる、これペブリングっていうんですけど、あの浄炉のみたいな道具でこう水をまいてます、そうすると、まあ、氷の山がたくさんできますよね、で摩擦係数が出るからよりこんな道具に滑ってくる、でそれと同時にカールをかける、そのターンをかけることによって曲がりやすく、それで氷の表面がガタガタなんですよ。だから会場によってやっぱり違うんですか、先生。例えばここでいつも練習してたら、あとは湿度とか、はい、あの室温とか、はい、あと氷温とか、いろんなその差でその曲がり方とか、はい、あの滑り方が全然違ってます。例えばこれに細工するってことでいいですか、マイボールで。マイボールっていうのは、ね、もうそこに設置されてるもので、はい、使う人だね、競技をする競技、そのボーリングみたいな感覚ではないってことですね。そうですね。リーグ戦やってます。はい。あとそこに。リーグ戦の試合が。